Hey guys, it's Aiko. I'm an American English pronunciation coach and business coach. So, before I dive into today's topic, I have a free workshop video for you to learn three concepts of American English pronunciation. I know your level is really high, and learning English pronunciation will help you. Go to the next level in your career. If you are the face of your company or your brand, or if you want to get into media in the US. Go ahead and sign up for this free workshop video where I am talking about how to you create your breath, like how to use your diaphragm, and how to create vibrations in different parts of your face and the mouth. How to get the energy in American English. When you sign up for the free workshop video, I highly recommend that you watch it until the end right away, and maybe multiple times, because I really want you to get the Topic is about in American English. まずは英語と日本語のその死音の強さというのが基本的に違いますので 思いっきり練習するということをこれからやっていってみてほしいと思います。で、あの、アメリカ人が普段こう、は、早く発音する、その、いわゆるそのカジュアル発音っていうのをなんかこう、さらさとバッバッって発音してるように思うじゃないですか。でも、彼らに思いっきり発音してって言ったら、思いっきり発音できるんですね。なので、私たち日本人が英語の発音を練習するときに、こう、サラ,サラとこう、軽く早く発音する、 発音の方法だけではなくて、両方できるといいんです。丁寧発音、そして本当に思いっきりガーッと発音するその方法と軽く発音できる。両方できると普段の選択肢が どどんどん広がっていきますよ、ね、でアメリカのいろんなコーラスのグループに入っていたんですけれども特にハワイで入っていたコーラスグループでものすごくその発声とかをたくさん学んだんですねそのコーラスグループの指揮者がこういう風に言ったんです「Annunciate each sound clearly」 キリスト教の歌を歌うことが多くて歌詞の中に Jesus Christ たくさん入っているでコンダクターが K のとしっかり出してみたいな感じで説明したんですねそのコーラスグループは100人くらいで日本からの日本人っていうのは私一人もちろんハワイなので日系人とかも多いんですけれども基本的に私以外はもうほぼ英語ネイティブなんですねでそのグループに対して指揮者がその K のともっとしっかり出してって言ったんですよ で、私はその英語ネイティブ100人に囲まれてで、みんなでジーズ・クライストっていうふうに発音したときにこの K の音、そしてこの R の音で ST の音もものすごく強いこの振動とエネルギーが伝わってきたんですね。こういう発音を皆さんしたんです。ジーズ・クライスト 発音したんですこんな発音したことあります、まあ、もちろん日本語で例えば演技をしている方その舞台で発声するとかオペラ歌詞とか多分そういう発声をすると思うんですけれども普段普通に生活していて日本語でこんな風に強調して発音することってあんまりないんですよねなのでアメリカ人の中に囲まれてでこのクライスト この発音を聞いた時にものすごくびっくりしたんです。なぜなら指揮者がそういうふうに発音してって言ったらみんなできたのって私はできなかったんです。すんごいみんな強い発音って思ったんですけれども自分の声はそこまで強くならなかったんですね。でそれが 7年くらい前だったんで、すよねでその時に強い発音を出していこうっていうふうに意識してそういう練習をしていったんですね。そしたら今まで聞こえなかった音がどんどん聞こえてきました。例えば耳「year」と「歳の y e a r これがもうはっ きりと聞こえるようになったし例えば、今まで私は th を d で発音して、えー、they っていうところを d a y って発音したり that っていうところを h a t っていう風に発音したりしてたんですけれども、まあ、それでアメリカ人に d じゃないよ th を d じゃないよと何回も何回も言われていていやでも私は聞こえなかったんですよね聞こえなかったから th を d のように発音してしまっていました気がつかないででもその日を境にその振動とかそのエネルギー強いところにフォーカスして 練習していったら D と TH が全く違う振動をこう口の中で感じるということが分かってきたんですね。えー、ですので練習するときはこういうふうに思いっきり練習していってみてほしいと思います。今まで聞こえなかった振動がこれから聞こえるようになると思いますのでぜひ一緒にこれから練習していきましょう。えー、そして私のコースをとっている方はこの 一個一個の発音丁寧にもう4時間かけて説明していますよね。ぜひコースの方をもう一回。 チェックししてての復習をしてくださいそして、この毎日5分一緒に発音を練習していきましょう。IPA のシーンチャートの左上から横に行って、で、1個ずつ下がっていきます。IPA に詳しい方はぜひそのチャートを見ながらやってみてください。では、ここに IPA を出しますので、1個1個練習していきましょう。まずは、P ですね。これ、p じゃないですよ。思いっきりいきましょう。 これくらいの強さで,でもしできるんであればこれくらいの強さが出せるようになるといいですね次は B の発音これも B じゃないですよこんな弱くならないで本当にあのこう振動がここうわって感じるようにしてみてくださいね、えー、次は t これもできたら っていいいうのも練習するといいです。るとでこの音を響きさっきのと「t」と全然違いますよね強さが、えー、ですので「t」が出せるようになるといいですね次は「d」「d」じゃなくて「d」「d」「d」すっごい強くないですかこれくらい思いっきり練習してみてください次は「k」の音ですこれ「く」「く」じゃないですよ これくらい強く長く発音してみてくださいねアメリカ人に思いっきり歌詞の中でジーズ・クライスとが出てくる中で K をしっかり出してっていう風に言うとジーズ・クライス t って言うんですよこういう本当にこういう発音を皆さんしてたんですねなので K じゃないです KKK っ強くで,できたらこれもやってみてほしいです この発音もでできるるようになるといいですね。この発音、ちなみに Ejective という発音の仕方ですね次 G の音。これググじゃないですよグググこれくらい強く発音してみてくださいねでそうなるとあのこう喉が痛くなってしまう方が一定数いるんですね喉は痛くならないはず発声練習で喉が痛くなったらストップしてくださいすぐにストップ なぜなら、えー、喉は痛くならないはず。で、私のその以前の動画で、喉が痛くならない発生方法っていうのもシェアしているので、ぜひそれをチェックしてくださいね。Alright, so the next one is、これしっかりと、って発音する時に、ここに振動を感じるように。で、振動で、この唇がすごいこう、 じわじわじわってなってちょっとかゆいくらいそれくらい強く発音してみましょう。 次は、んで一緒ですさっきのんと一緒で、んでこの辺に振動をわーって感じて、で、舌を上げて発音してくださいね。日本語のんっていうのはすごいこう不思議な音で、英語のねと違うんですね。ですので、しっかりと舌を上げて、べとっとつけて、で、んーでぬって言ってほしい。ねって発音してくださいね。次は、んね、この音、 と、と、聞き取れない方が多いんですね。私ももちろん昔は聞き取れなかったんですけれども、日本語にはない音なんです、どれも。えー、なので、この「ん」っていう音は舌を上げないでここで発音します。喉の奥を上げて、「ん」というふうにしてしっかりとこれも発音してみてください。次は Fricative に移ります。F の音。 ちゃんと空気の隙間を作って長めに発音してみてください次は思いっきり発音するとここがうわーって振動を感じるので B と V のこの V っていう音がいかに違うかっていうのが分かってくると思いますアメリカ人に B と V の発音ってどのくらい違うのって言ったらえー、全然違うよ <laughs> 混乱することないのって言ったら、えー、混乱することないよ全然違うんだからっていう返事が返ってくるんですね、えー、ですのでこの V の発音は B と一緒にならないように、ううしっかりと振動を出して発音してくださいね次は TH これは T とか D とかと一緒にならないようにしてみてくださいちゃんと空気を出して、舌下を噛まないようにして長めに発音してくださいね振動を乗せて、うう <noise> 次は S の音スもう思いっきり強くそして Z の音,音振動で上の歯がこうくすぐったくなるくらい強く出してみてください <noise> よく S の「S」と「 混乱してしてまう日本人の方が多いです私もそうだったんですけれども音を強く出すとこの「す」と「し」がいかに違うかっていうのが口の中でこう当たるときの音が全くこの2つは違うんですね次は「ュ」「ュ」これも上の歯がちょっと振動するくらいしっかりとグーって出してくださいね、えー、次は H「H」の音「喉の奥から」 ししっかりと出ててみてくださいねで、次はアフリケットっていう音を練習しましょう。それはチッチッっていう音です。チッチッこれはちゃんと舌をつ上につけて発音してくださいね。チッチッチッ。次はチッ。 これもちゃんと舌を上につけてて発音してください私の発音コースの中でこれあのこのーンは全部4時間かけてしっかりとあの説明していますので詳しい発音の仕方はぜひ皆さんそのコースに戻って復習してくださいね、えー、次はアメリカ英語の R の音です以前 L と R の発音の動画も作りました でさらにコースの中では L と R を1時間かけていろんな R の音があるっていうのを紹介しますよね次はイイこの Y のこの振動の耳と Ear と年の e a r のこの e e っていう音この発音の違いというのは冒頭で紹介しました無料のワークショップ動画で説明していますのでぜひ概要欄の方に行ってダウンロードしてこの Ear と year のこの音の違い聞けるだけではなく発音できるようになってみてくださいねでは次の発音ララでもこれは舌を出してらって発音した方が L にちゃんと聞こえるんでしたねではララいいですねじゃ次最後これ IPA チャートのその上の方には載ってないんですけど W の音わわ これは口の中の2箇所を使って発音するのでコンプリートバージョンを見るとページにこの W の音がありますので是非それを探してみてくださいわうわうわこれ「わわわ」わじゃないんですねで口を丸めるだけではなくこの振動を感じるように「わううんうんうん、うわうわ」 ぜひ練習してみてみくださいね体は楽器ですからどうやって振動とそして空気を出すかそれを研究しながら発音の練習をしていってみてくださいでこれは私の経験なんですけれどもできるようになると音が聞こえてくるんですねでこれは聞こえるようになるっていうのが最初じゃないんです英語の発音は自分ができるから 聞こえてくるんです。なので、この大げさに音をしっかりと出す練習というのを始めると、音の聞こえ方が変わってきますので、ぜひそれを目標に毎日しっかりとこの5分一緒に練習していきましょう。では、これから5分間、repeat after me.

j j l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  G. M. N. 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 F. V. V. S. Z. S. j la Notice that your consonants will get stronger and more accurate as you practice those sounds every day. Alright, so as I mentioned earlier in the video, I have a free workshop video for you to learn three concepts of American English pronunciation at a higher level. If you are the face of your company or your brand, or if you want to get into media in the US, I highly recommend that you watch the video multiple times until you get the concepts. Great job! So see you tomorrow, and if you have any questions, please, please let me know.